極めつきはこのプレー。空中でパスを受けそのまま決めるアリウープ。この試合5本中4本と高い確率でスリーポイントを決めた八村、30得点を叩き出す活躍を見せました。さあ今日は歯ブラシの新事実、はい、濡らさない方がいいですね。そうなんです、ね、気持ち悪いって方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちゃんと乾燥しておけば清潔です。午後7時になりました。今夜のカエデマンデーは春の人気観光地で絶品グルメ探しの旅、3時間スペシャル。秘境路線バスの旅にはサンタの憧れの人吉川浩司が参戦。高いの一番嫌いな。舞台は春の房総半島。これはさらに今外国人観光客が殺到する鎌倉で一番おいしいお店、大日レストランを大調査。まずは大好評のこちら、今回はバスタンドのゲスト、吉川浩司の地元でもある広島県。中国山地、かなりの山あいにある。サービスがすごすぎる飲料食堂の絶品グルメ、田畑が広がる集落に90キロ
20人ぐらいですかね。結構お店の前に並んでますね。新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。もう多いですね。山口から佐賀から来んの。広島県の山間8日午後2時過ぎ、山形県白鷹町の国道で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。警察によりますと2台の車の運転手合わせて4人が病院に搬送され、このうち軽乗用車に乗っていた2人が意識不明の状態だということです。シートベルト待ち伏せエリアに注意してください。聞き込み再開。今日バイクで来られてるんですね。広島から。まだ何と言わして1時間半くらいですかね。1時間半かけて来るの。バイクで来る人も多いですよね。だからランチのために県の上ですよ。結構島県でいうか、ね、はい、島根の方から。島根から、はい、わざわざ。そうですね、島根の方に引きつけて。飲み物と調味料と食材と料理の4つの組み合わせです。そんなに融合してるの。どれが主役ですか。みんな主役です。最高。意外でした。確かに最高のマリアージュ。最初は絶対ありえないと思ったんですけど、ペッてなりました。絶対ありえない。そう、実は今回の行列グルメ、ある飲み物、ある調味料、ある食材、ある料理、4つの単語を組み合わせた長いメニュー名。いや、長くね。その4つは誰もが知っているけど一見ありえない意外な組み合わせなんです。さあ、高俊さん、まずはここまで見て当てられますか。お客さんのお目当ては牛乳と水、そして
プリプリのとある食材を入れた人情大盛り料理。ちなみに厨房を覗いてみると、なになに、うわめっちゃの音、あ、野菜炒めだ、ほぼこれ乗せるんだ、豆牛丼、この量が半端ないんだ、だからこの野菜が、野菜もたっぷり入ったかなりの大ボリュームのようだが、一体どんな料理なのか。あんこうじゃないか、コラーゲンというか、あんこう鍋、フカヒレじゃないか、フカヒレ、コラーゲンといったらフカヒレだ、フカヒレが乗ったあんかけ焼きそば、急に合わねえから、だからこそ、そうだよね、フカヒレあんかけ焼きそば、めちゃくちゃ高級だけど、これだ、牛乳、味噌、あんかヒレ、フカヒレ、あんかけ焼きそば。ありえない組み合わせの
牛乳味噌ホルモンちゃん。あ、ちゃんぽん。はい、だだ。ホルモンちゃんぽん。味噌ホルモンちゃんぽんか。牛乳味噌ホルモンちゃんぽんです。牛乳味噌ホルモンちゃんぽん。めっちゃうまそうじゃん。行列の先に待っていたのは牛乳味噌ホルモンちゃんぽん。うわ、うまそう。行列ができるその味は、牛骨を10時間かけてじっくり煮込んだ秘伝のスープに、65年続く牛乳屋さんならでは、たっぷりの牛乳、そして甘めの味噌を合わせた、わあ絶対うまいじゃん、意外な組み合わせ。そこへ炒めた鶏ぐりの新鮮なホルモンと、待ち伏せエリアに注意してください。Thank you.
真剣じゃん。Thank you.
地獄先行く。はい。はい、下に